県出身の小池美波さんと大阪府出身の藤吉かりんさんが遊びに来てくれたんですが、今回2人と行う企画は、題して、はい、阪急三番街のスイーツ、2人で取り合い争奪、ものすごいバトル三番勝負です。マンポケフリフリ対決です。わじゃあ初めて持ちますね、マンポケ。はい、あ、そっか、今携帯でいけるもんね。携帯でできますね。これをね、今から、体のどこかにつけてもらいまして、はい、30秒間でこのマンポケのカウントが大きい方が勝ちになります。どこでもいいんですか？どこでもいいです、体中。お、今回はこんなテンションでゆるくやっていきます。小池さんはマンポケを腰ベルトに、藤吉さんは襟元にセットし、いざ対決。いきますよ、よーいスタート。結構実は30秒って意外と長いからね、こうやって動いたら。なんか2人ともちょっとミスってんちゃう、場所。分かれへんけど。あと5秒です。4、3、2、1、終了。さあ30秒経ちました。果たしてフリフリ対決の結果は。まず小池さん、はい、回数を発表してください。28回です。少なあんな飛んでたの。28回でした。じゃあ藤井さん48。うわ、あ、ということは藤井さんの勝利。生ドーナツ、ね、ふわじゅわ、おいしい。うまい。嘘。いいな。あ、うま、ね、うま、めっちゃうまいこれ。ふわじゅわやで。いいな、私も食レポしたいね、ラズベリー食べて。あかん、あげた。なんなんその上目遣い。あげてまうやん。この子の特技なんです。どうなん、上目遣い。騙されちゃダメです。あげてまいそうになんねんけど。危ねえ、これ聞いてなかったら。こちらドン、ハラハラドキドキ次元掃除付きタワーゲーム、ボンバランスです。へえ、初めて見た。知ってる？知らないです。知らない。はい、サイコロで出た色のブロックを抜いて積み、制限時間以内にスイッチをプッシュしないと樽爆弾が大爆発してタワーが倒れるというハラハラドキドキのタワーゲーム。じゃあ小池さんからボンバランス、はい、スタートです。え、怖い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 。ほんであら、そう、自分の朝なんかもうこれで解除。怖っ、いいんですか？ほんで私、うん、急げ。あ、ちょっと待って、ダメかも。あ、ネズミいるか。怖いね。めっちゃ緊張するよ、これ。すげえな。あ、待って、やばいかも。怖い。黄色。めっちゃおもろそうやん、これ。いいな、これ。グレーグレーグレー。走んなかも。小池さん、グレーグレー。待て待て待て、うおー。はいはい、なに、黄色。あ、ダメかも。あ、死んだ死んだ。黄色黄色。ねえ待って、やだやだやだ、黄色黄色。やだやだやだ。もうあれ本当に食べたかった。これ悔しいな。悔しい。もう一回やりたい。え、もう一回やる？やりたいです。もう一回やってもいいけど。食べれなくなっちゃう。この買った分の権利なくなっちゃう。え、でも次も勝つんで大丈夫です。で、一緒にやります？やりたい。めっちゃやりたい。いいですか？ということで勝った小池さんの提案で再度3人で対決することに。はい、行きます。レディー。黄色。黄色？これいいです。セーフですね。うん。緑。いやだ、怖い。
え、何グレーですか。グレーこれうわぁ、怖え、めっちゃおもろいやこれこの後、制限時間にビビりながらもタワーを積み上げていく3人よっしゃよっしゃよっしゃ無理かも、無理かも赤赤あ、ダメかも、いけるいけるいけるうわいけるうわ結構引っこ抜くよね、みんな黄色最悪だ、うん、もう無理だよ、こんなのはい、小池さんの負け。しゃあ。イエーイ。なんでだろう。再戦の言い出しっぺの小池さんがまさかの敗北。いただきます。うん。うんふん。あ、うんふん。うんふん甘みがうんふん一口だけいやダメですあかんのこれいやいやいいんですかあかんあかんみんなにやってますよあかんあかん俺だけじゃないんやんないや違いますよあかんあかんどうでした阪急三番街スイーツ今度連れてってください食べられなかったのいいよやめてくださいってもいつでも約束ですよいつでもマジでもうやめてくださいそれやめてくださいあそうそうごめんごめん